山野です、ね今日もですね、山の中スタジオの方に向かっております、ね、なかなかねいい日ですよ今日は、ねね、緑がいっぱいあって、ね、それからもうツーリングしてる方もいるし、ね、自転車、ね、それからバイクのツーリングねバイク乗ってる人もいます。いいですね。なんかもうみんなもっと戻ってますよね。もう完全ね。ショッピングセンターもいっぱいですよ。なんか、うん、まあどうかな。やっぱり共存ってことを目指すにしてもどうなんだろう。ちょっとこれからどうなっていくかっていうのはちょっとね見てた方がいいかなと思いますね。本当に。いつもの場所に今来てます。いつもの場所に来てますけど、これでもしかするとまた来るかもまた来るかもしれないですね。また来るかもしれないですね。これね今日もあの方がすいません今ちょっとね冷房をつけてました。あの方が来るかも今日も。はい、ということでですね、今日なんですが、まずはまずはですねスパガさんね、スパガさんの方からコメントをちょっといただきまして、ちょっとこうコラボをですねしていただけるというようなお話をちょっといただきましたね。コメントいただきましたありがとうございます。そうですね、先ほど DM の方も送らせていただきました。うん、で、どういった形になるかというのはちょっと私はもうゲームの実況の方というかそのような形ですかね。ね、あれなんですが何せ私素人ですからね、全くちょっとわからないものですから、そういったゲームのことがまず全然わからないです。小学校の頃で止まっちゃってるので、ファミリーコンピューターの時点で止まっちゃってるんですよ、うん、だからちょっとわからないので、そうですね、そこのところまたいろいろとね、お話できたらなと思います、ね、本当にコラボのお話を持ってきていただいてありがとうございます。はい、ですね、今日なんですが、ちょっと邪魔くさい撮ります。木村花さんですね。木村花さんという方で、プロレスラーの方で、テラハという、テラスハウスですか。あちらの方に出ていて、ちょっと一時期炎上したという方なんですが、うん。結局何かって言ったら誹謗中傷ですよね。匿名による誹謗中傷。うん。なので、どこで書かれたのかわかんないですよ。それは、5チャンネルなのか何なのかっていうのは分からないですけど、で誹謗中傷を苦にして、おそらくですけども自殺ではないかっていうお話ですよね。まあそこのとこ確定してないんであれなんですけど、もう YouTube ので全部出ちゃってるので、完全にバーッと皆さん YouTuber の方バーッと出しちゃってるんであれなんですが、もしかするとそうかもしれないですよね。うん、なんかちゃんとした情報がバンと出てきてないんであれなんですが、うん、22歳だったということですよね。でね、これね、私ね、何をね、憤り感じるかっていうと、これが、この報道が出て、亡くなったと。ね。で、どうもその誹謗中傷をずっとやってたやつがいると。ね。もう常にやってたと。ね。で、容姿のことを言ったりだとか、いろんなことを言ったりしてるやつがいたらしいんですけど、まあ、クズですわね。うん。そういうやつらがいるんですけど、結局それを特定しようと思って特定班が動いて、そのまま実名まで晒していくのは分かんないですよ。ツイッターなんですか、ちょっと分かんないです。 SNS、 フェイスブック、ツイッター、ちょっと分かんないですけど、まあ、フェイスブックなら分かるか、ツイッターかなだとしたらツイッターだったら、まあでも分かる場合もありますからね、うん、それで特定班が動いて、探し出したと。そしたらみんな一気に削除し始めたと、自分のアカウント。クズですよね。正真正銘のクズ。で、何言いたいかっていうと、なんていうのかな、自分の言ってることに責任を一切持ってない。全く自分の言動に対して責任を持ってない、ね。で、なんでそんなことができるかって言ったら、匿名だからでしょ。完全に。うん、だって、自分をさらけ出してですよ。公にやってる人ってのは、まあ責任を負いますわね。うん。まあわかるでしょ。誰のこと言ってるか。ね。うん。だからそういったこともあるから、責任は全部負わなきゃダメなわけじゃないですか。
結局は、うん、だからもちろんこれリスクが高いんですよ。リスクは高いんだけど、うん、でもその匿名でやってるやつらっていうのは全くリスクを伴ってないから、ね、言いたい放題でしょ結局。あの5チャンネルでもそうでしょ。5チャンネルでもむっちゃくちゃでしょ。むっちゃくちゃ言ってるじゃないですか。あることないことも言ってるでしょ。全然事実と違うことばっか言ってるでしょあいつらは、うん、なんだ モンドは何々だとかね、まあ、いろんなこと言ってますけど、アホみたいなことばっかね。で、全く事実と違うことをねじ曲げて、あたかもそれが事実のように伝えるのがあいつらうまいんですよ。なぜかって心がねじ曲がってるから、クズだから、ね、うん、だから、まあ、私みたいにね、もう長年言われてるでしょ。長年むっちゃくちゃ言われてるでしょあいつら、バカから、バカなアンチから言われてるじゃないですかね。だから体勢がついてるのもそうなんだけど、あいつらの言ってることがあまりにもバカすぎてね、で事実と違うし、全然全く違うことそのまんま言ってるでしょ。で私それで初め論破したでしょ確実に。であいつらなんだろう、初めなんていうの、そっか、初めはゴシングのことを否定した、サイリースプレーのことを否定したんですよ、むっちゃくちゃ、うん、過去のやつ見てください。否定してて、全部否定してたんだけど、こっちがもうそういう証明とか突きつけたじゃないですか、ガンっつって。でもう逃げ場がなくなっちゃったんですよ。逃げ場がなくなってね、今はどうなったかっていうと、いやサイレンスプレーは使えるけど、サイレンスプレーは使えるんだけど、何や、何だろう、何だモンド最近になってなんだ、格闘技出し始めたとか、なんかわけのわからないこと言っとるでしょね。もう何だろう、関係者の間でももう話持ちきりだわそのことで、こちらも、うん、でね、なんだろう、格闘技ずっと初めからやってるわよ、お前バカだよ、本当に。初めからやってますからね、私。ずっと昔からやってるでしょ。初めの YouTube のね、初めの YouTube のやつ全部空手でしょ。空手から始まっとるわよ、全部。空手が元やわよ、うん。だからそういうことをやってきてるんですけど、その話をねじ曲げて、ね、あたかも、いや、格闘技は、武道はクソだ、みたいなことを言ってた風にしようとしてるでしょ。ね、全然違うけど。ね、だから格闘技武道やってください、でもね、ほとんど役に立たん時もありますよって話じゃないですかね。どっちがいいですか、サイレンスプレーとかゴシングとか持っててね、有効な方法を模索してですよ、最も有効な方法を模索して、その危機を出した方がいいのかね。まあ、格闘技やるのは、まあ、悪いとは言わない、それはずっと言ってきた。だけどそれをやることによって過信してね、で、まあ、やったらこれでいけるわいって言って殺されるのとどっちがいいの、絶対にゴシング使った方がいいでしょ、うん、でそれをガツンって言ったのが私でしょ多分。他のゴシング業界にそういうこと言った人っていないでしょ基本。多分私だと思うんですよ、うん、なんだ、別に自慢じゃないけど私だと思うんですよ。全部動画とか出して、防犯カメラの映像とか全部分析して出してやってんのはそれでしょ。だから未だにその部分って伸び続けてるわけでしょ。8万3千か8万4千か。なんか知らんけど伸び続けてますよね。ずっと視聴回数が。うん。だからそこのとこが伸びてるわけでしょ。だからいいじゃないですか。伸ばしときゃ。ね。だからそれは伸びてるわけだからいいんですよ。皆さん理解してるから、みんなそこのとこで。ね。で、登録者数も上がってるし、視聴回数も上がってるってことは、私の動画は有益だってことでしょ。まあ、最近はなんだコアのファンの方々のために面白い動画っていうか、まあ、私は自己満足ですけど作ってますけど、いいじゃないですか、ね、全部私の動画なんだから、400本500本私の動画でしょ、ね、そこのどこが増えたっていいでしょ、別に増えなきゃダメでしょ、ね、全部可愛いモンドなんだから、全部 SSR セルフディフェンスなんだからいいでしょ。まあそれはいいわ、それはいいんですけど、とにかく何かっつったら、まあ、アンチと言われるやつ、まあ、私のアンチはまあヘタレですけど、もともとね、あいつらヘタレなんですけど、木村花さんについてたアンチも一緒だよ、一緒ですよ、うん、ヘタレでしょ結局は。だってそういう特定犯が動いてですよ、見つけ始めようとしたら一気にアカウント削除するんだから、何考えとんねんって話でしょ。自分の言葉に責任があるんだったらそのままとどまって特定犯に、自分の要はなんだ、アカウント特定させるよって話でしょ。特定させて堂々と出ればいい。YouTube とかでも何でもいいわ。目視者は特定犯が撮りに行くかもしれないよ。撮影しに行くかもしれないよ、顔を。だからしたら、うん、何？なんか悪いこと言った？私は別に正しいこと言ったよって言えばいいんや。それも言えねえってことはクズだから。それだけ言っときます。うん、だからそういう、なんていうの？ヒットアンダーウェイっていうか、なんつうのかな、クソみたいな方法を取ってですよ。ね、人一人の命を奪ってですよ。ね、アホかっつうの、本当に。うん、すいませんね、言葉悪くて、うん、言葉悪いんですけど、怒りしかないです本当に。アホかっておめえらはって言って、クズだわおめえらは。
って言いたい本当に、うん、だからあとはねテラスハウスっていうのがあったわけでしょ。で あれはリアリティ TV って言うんですけど、リアリティ TV って言ってもリアリティじゃないのよ。それを理解しなきゃダメでしょ。テレビなんて空想の世界だから基本演出でしょ。やらせっていう言葉があるけど、まあやらせって言えばやらせかもしれないけど、演出なの。それは演出っていうの。演出だからほとんど全部やできちゃってんの。うん。イッテ Q でもそうでしょ。そうだったでしょ。あの祭りかなんかでも全部あれそうでしょ。だからそれをやらせというのか演出というのかの違いでしょ。だから演出だったわけでしょ結局は。うん。演出なのよ。演出なんだからそれをね、なんだなんかなんていうの、あのバカ正直に信じる方がおかしいでしょ。はっきりや。まあそれはテレビ局も問題あるわな。初めに、あ、これは全て演出です。フィクションです。一番最後に出しゃいいね。出せばいいんだけど、テレビ局なんかせんでしょ。視聴率上げたいんだもん。本物ですみたいな感じで言いたいでしょ。わかるでしょ。メディアがどれぐらいダメなところがあるのか。わかるでしょ、皆さん。私散々言ってるでしょ、それ。それはブログとか動画とか見てくださいよ。ただね、あの、それはわかるんですけど、とにかく、あのテラスハウスとかああいうのったら、もう全て演出でやってきたんですよ。演出でやってきたんで、しょうがないんですよ。うん、そういった側面があるのは。だからそれを真に受けてその中に出ていてるキャラクターが全てそのまんまだっていうのはおかしいかもしれない、うん、なんかあったんでしょ、なんだっけ、乾燥機にあの花さんのなんだっけコスチュームかなんかすごい1枚10万ぐらいするコスチュームを、乾燥機に入れちゃって、それであの要はおかしくなっちゃったっていうやつでしょね、そのコスチュームが、それですごい言動を言ってこう言ったっていうシーンなんでしょ。多分私はそれ作られてたシーンだと思いますよ。演出されてたと思うんですよ。で花さんにあこうこうこうとかスクリプトが全部決まってるから、大体私そうやって聞いたことあるんですよ。そういう関係で働いてた方から決まってますよ全部、そんなのスクリプト知ってますとかって話聞いたことありますもん。全部決まってるんですよ、スクリプトが決まってるんで、そこのスクリプトに沿って動いてるんでしょうがないことなんですよそれは。うん、そういうことです。スクリプトに沿ってますからね、うん、だからそれをね真に受けて信じるっていう方がおかしいです、絶対に。だけど私はあの思うのは、花さん自体はやっぱりね、いろんな方がいるじゃないですか、うん、だから特にそうやってね、あのなんだ、相手が分かればいろんなあの手段取れるでしょ。いろんな手段が取れるじゃないですか、相手が分かれば、相手が分かればいろんな手段は取れるわけじゃないですか、うん、だけど相手が分かんないからそうなっちゃうってことと、今だとあの情報の開示の方でそういったことってできるじゃないですか。情報開示で見つけることってできますけど、なんだっけかな、一人頭罰金30万でしたっけ。だいたい30万ぐらいのあれが出るわけじゃないですか。だいたい30万ぐらいの罰金らしいんですよ結局はね、うん、だから結局訴えてやってもその程度かって話になっちゃうじゃん。だからもう野放しの状態なんですよねこれね、うん、野放し。本人らも大体分かってるからこういうのは、うん、めんどくせえっていうのは分かってるからそういうことになるでしょ、うん、だけどまあそうだな、結局まあ法的なものをのこうなんていうのかな、処罰をもうちょっと上げていけば減ってくるでしょうね、うん、あとはちょっとなるべく特に芸能人の方、まあ私は芸能人じゃないからだけど、芸能人の方だとかそういった方はうん、もう完全に法的な対処をした方がいいと思いますね、うん、そう思います。はい、本当にね、まあクズですわね、うん、結局匿名でしか何も言えない、うん、責任が何もないから、結局自分の方に何も来ないから、うん、あったクズですよ、ね、あなたクズですか、あなた違いますか、アンチ違います、はい、まあいいでしょ、はい、そういうことですね、うん、まああとは大事なことは、まあアンチだとかそういうやつはまあクズなんでしょうがないですけど、まあこう書くじゃないですか、いろんなこと書きますよね、それが SNS なのかツイッターなのか掲示板なのか、ちょっとそれは分かんないですけど、そういったことを書いた時に一番重要なことって、まあそのアンチの人間とその対象者の人の話になるわけでしょ。それはね、それはそれでいいんですけど、ただ第三者の人たちがそれを見て、書き込みとかを見て、やっぱりあこいつらはダメなんだ、クズなんだって、この書き込んでるやつはクズなんだっていう判断をしていただきたいと思います。はい、
それ結構問題ありますよ。まあこいつらはクズなんで書くことはしょうがないんですよ。書くのは書くんで、書きたい時に書くんで、まあクズなんでバカなんで書くんですけど、その要はそのなんていうの、見てる人、旗から見てる人、旗から見てる人が信じたらダメですよ。大抵嘘ばっか書いてるから、大抵が嘘だから、ねじ曲げて、ねじ曲げて嘘ばっか書いてるから大体、なのでそれを信じないような、なんていうの、頭脳を持つっていうか判断ができる頭を持つっていうのが大事だと思うんですよ。じゃないとクズと一緒になります、そのクズと一緒のバカになります、覚えておいてください、思いました。だからね、その、まあ、今回その花さん亡くなったってことで、なんだっけ、お前はブスだのね、ブスだのなんとかって書いてた人いるらしいじゃないですか、私そう思うのは、毎回思うのは、人の上げ足取るやつって、例えばね、そうやってブスって言ったりとか、おめえはこうだとかって言ったりするやつってのは、なんつうの、じゃあお前、じゃあお前何、ネット上でもいいからどっかで顔を出せよって、顔を出せって、顔を、お前の顔を出せって、花さんと顔を比べてやるからお前の顔を出せって、本当に綺麗なのっていうふうに言われますよね、言いたくなりますよね、それはそう思いますよ、で、あとはなんだっけ、まあいろいろあるじゃないですか、いろんなこと言うやつが、いろんなこと言うやつあるけど大したことないですよね。そう言って言ってるやつって大抵大したことない、陰でこそこそ言って陰口叩いてね、遠いとこから安全域からボソ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 クソみたいなこと言ってるやつっていうのは大抵大したことないですから、大体出てこないからバカだから、そう思います。はい、ということですね、あ、そうなんですよ。でね、陰口のあれで私動画作ってるんです。あの時に黒木代表の方からお話いただいて、次のビジネスのお話いただいて、でまた今度名古屋の方でお会いするって話あるんですけども、来月ですね、来月初め頃に会うというお話があるんですが、黒木代表も言ってみれたのは、いやー有名になると大変ですよねって言ってみたんですよ、いや私はありがたいですって言っていただけると、そっか、そうかな、有名になったのかなっていうふうな、私はそんな自覚がないんで別にあれなんですけど、あ、そうか、有名になるとあれかって。でも、まあ、黒木代表もね大変ですからね、やっぱりなんだろう、まあ芸能人の方もそうだけどね、なんだ、顔がやっぱり売れてきたりとか、社会に認められるというか、認知されてくるっていうことになるとどうしても出てくるんですよね、なんだっけ、アドラーの法則だったっけ、なんか心理学かなんかで書いてましたけど、あれなんだって言ってましたね、嫉妬心から来るらしいですよね、陰口とかいろいろこう書き込んだりするっていうのは、そう言ってダメなことですよ、ダメなこと書き込むっていうのは嫉妬心から来るらしいじゃないですか、くそー悔しい、うわーもうくそ有名になりやがって、くそがーくそーって言って周りから認められてないやつがなるらしいですもんね、ね、残念ですね、はい、ということです、では今日はこれで終了いたします。あ、ツーリング行ってますね、バイクツーリング、みんなバンバン行ってますね、はい、バンバン行ってますね、はい、それではこれから皆さん明るい未来を生きていきましょう。もうコロナもどんどんなくなっていきます、潰れていきます、人間が勝ちました、コロナの戦いに勝ったのです。はい、それではまた次回お会いしましょう。この山の中スタジオから中継でした、中継じゃねえのか、はい、それで終わります。リアルご真実をぶちかます。